皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日は富士天リゾートっていうところで行われている、G クラスのイベントに来ております。今日は飯村さんも来てるんで、はい、名古屋店店長飯村さんとちょっと会場ぐるっと回りたいと思います。はい、でその前に今回ボンドブース設置させていただいてますんで、ちょっと展示してる車の紹介を軽く、大阪店の方のブラバスのコンプリートカーと、あと東京店の方で制作させていただいたマンソリーのコンプリートカー2台展示させていただいてます。であとはホイールセール品がロティフォームの単造モデル、もう大特価で並べてあります。であとちょっとブースの中の方も一応小物だったりだとか、あとマフラーだったり、あとはボンドグループで隠れた人気商品、このラバーマットなんかもそのまま即売してますんで。であと隣は成功産業さんのブースになります。もう G クラスにおすすめの、ちょっと動画撮ってもいいですか。はい、G クラスでもう超大好評のこのドリンクホルダーでおなじみ成功産業さんです。でこのドリンクホルダーが一応現行用がついに発売になります。なります。はい、でちょっと現行用がまた向こうなのあっち行ったりこっち行ったり、こっち行ったりこちらが現行用のドリンクホルダーになります。はい、先代同様ちょっと純正のこのインテリアに合うちょっとナイスなデザインになっております。ちょっとこのヘアラインもちゃんと再現されてて、まあ、これボンドグループ各店でも購入可能ですのでぜひお問い合わせください。はい、で今日一般の方の、ゲレンデの展示もかなりあるみたいなんで、ちょっとぐるっと回ってみたいと思います。行きましょう。はい、はい、もうこんな光景ないですよねこれねすごいねごい、もう新しいのから先代のまでもうずらずらっと並んでおります。こっからがショップエリアなんですかね。あとここはでもブースでしょ。はい、こっちがで多分こっちが一般の方の、こっちが一般の方、もうなんかめちゃくちゃカラフルね、すごいですね。なんかしかもなんかすごく珍しいのもいましたよね。いたいた。ちょっと順番に見てみましょうか。限定車ですよね。ヘリテージ、えどっち、この一番右マニュファクトゥーア、はい、マニュファク最近の、はい、ダークオリーブマット、よく知ってますね。車屋さんなんで僕ボディカラーの名前までは覚えられないです。こっちヘリテージ、ね、ヘリテージよね。プロフェッショナルブルー、これブラバスじゃないですか。これ700のエンブレム貼ってありましたよ。朝遭遇しました。本当、はい、多分オフィス K さんのステッカーも貼ってあったんで、オフィス K さんのお客様じゃないかなっていう。で続々今イベント始まったばっかりなんですけど、続々入場も始まっております。すごいね、台数すごいっすよ ね。そしてまた上げたのから下げたのから下げたのからエアロつけたのからもうものすごいラインナップでございます、ね、これもなんかすげえ色っすね、紫色珍しいね、もうなんかゲレンデ形がみんな一緒なんで、新しいやつをこうちょっとクラシックにいじったのか、本当にクラシックなんか分からないですかもう内装見ないと分かんない。そうっすよね。ここからもう黒いのがずらずらっと、この黄色が珍しいと思う。これ珍しいですか。黄色純正カラーなのかな。めっちゃ綺麗な黄色ですね。あ、オールペンだね。なんか飯村さん見たことない黄色ですか。純正の黄色さ、はい、あるんだけど、はい、こんな黄色じゃないんだよね。もっとなんか真っ黄なんだよね。山吹色みたいな感じですよ。そう、なんかちょっと濃いよね。まあ、ちなみに飯村さん東京店時代ゲレンデに乗ってたんで、ゲレンデ博士っていうことで珍しい。もう足元もなんかもういろいろだねすごいっすね。かぶんないね、意外とバリエーションが本当かぶんないっすね。ね、すごい。この辺は65だね。V12、うん、すごい。え、こっちも65じゃないですか。65だね。それも65でしょ。え、マジっすか。うん、そんな光景ありますかね。すごい、本物だと思う。あ、ナンバーも全部65になってるんですね。この色珍しいね。だいたいなんか65と黒、白、真っ白、うん、すごい。はあ、もうないもんね、6号ね。そうですね、うん、12気筒が乗らないもんね。そして現行も、はあ、本当にノーマルからカスタマイズしたのからね。
これなんか分かりやすいですね。原稿大きいですね、やっぱり比べると。確かに、まあ、白で、サイズ感が。でしかも会場には原稿の、あ、違う先代の原稿ルックまでいるじゃないですか。先代の原稿ルック、ああいたね、ブースにね。だから本当にもうよく見ないと分かんないみたいな。わわわ、すごいすごいね。え、これ本当に古いやつですよね、じゃない、すげえ、これすごいですね。7ナンバー、ハラハラ。いやでも雰囲気あるよね。そうですね、すごくいいな。え、これ460になるんですよ。460の左ハンドルってめっちゃ珍しいよね。へえ、しかも2ドアで。え、460ディーラー車は右しかなかったから、うん、あ、そうなんですか、うん、この辺もだいぶ古いですよね。古いね、こういうとこめっちゃ可愛いね。そうっすね、うん、あ、鉄筋、そうっすね、ね、そしてこれがなんかすごく珍しいんですか。これ珍しい、この色がね、ヘリテージの、なんかクリーム色。350ヘリテージだから緑、黒、赤、水色もあるんですか。そう、プロフェッショナルブルーとこのアイボリー、すごい。あ、すいません、ちょっと撮らせていただいてるんですけど。すいません。珍しいですね、この色。そうですね、日本33台。そうですよね、すごい、初めて見ました。綺麗だよね。綺麗ですね、すごい綺麗。なんかこういうのも普通に出せばいいのね、ジャパンも。あ、そうです ね、すごいゲレンデって合ってるよね。合ってますね、色がね。そして隣のこの色もすごいですね。この色も珍しいね。へえ、全然見たことないボディカラー。でもこの色はカタログカラー、カタログ標準カラー。あ、そうなんすか、うん、へえ。そしてこっちも、あ、この辺もブラボス。え、これブラボスのバッグ DV12 だね。DV12 のバンパー。あ、DV12 のバンパーなんですか、うん、これ。やべえ、ブラバスに行ってるのに知らない。あ、そうなんですか。でも廃盤で。あ、そうなんですか。そう、このバンパーが欲しい人めちゃくちゃいたよね。へえ。感じですか。え、こっちもじゃあ GV12 のバンパーですか。どれ。あ、 GV12 のバンパーだね。そんなレアなのが普通に2台も止まってるっていう。そして反対側にもたくさん車が止まってます。いっぱいだね。続々と来ますね。ね、すごいね。いや、結構な台数来てますね。来てるね。反対側も、うわ、すげえなあ。あ、これ、東京店で作った車。あ、そうなんすか。あ、これ、中身があれっすよね、550。だから この辺が様子がおかしい。ディストロニックね。このルックス、これ大変だったわ。このルックスでここにディストロニックがついてるっていう。パークセンサーがこのバンパーにパークセンサーがついてるってないもんね。すごいっすよね。だから知ってる人が見たらもう様子がおかしすぎるっていう。おかしい、おかしい。だってサンルーフ開けて白レザーの461仕様ですよね。これフードとかも全部変えてるんですか。変えてる、でそれがなんか乗れるやつで、はい、その開けた裏側も補強が入ってて、はい、普通につけるとエアクリナボックスが当たって、はい、ボックス作り直して、マジっすか、逃がしてつけたみたいな感じ。でもこの辺も全部、全部で内装はちゃんとド原稿っていう、もう理想の車じゃないですか。そうそう、最高だよね。ド原稿っていうか、この方の新しい、そう、最終内装、最終のだ。ヘッドライトも HID からハロゲンにして、で、あ、で車外 HID にして。これすごいな。優勝です。オイルクーラーがこの中に、あ、なるほど、 このアンダーガードの中に、はい、アンダーガード穴開けて、はい、オイルクーラーの風がちゃんと入るようにして、移設して。これすごいっすね。
こんなのもボンドグループ言っていただければできますんで、ね、これすごいですね。かっこいい。そして他にも本当にいろんな車が、すげえなこれ本当に。出ましたクレイジーカラー。さっき入ってくる時からめちゃめちゃ目立ってたトマトレッド。これも色すごいっすよね。綺麗だよね、はあ、すごくギラギラ、うん、やっぱりこれだけいても目引きます ね、クレイジーカラーだと。いいなぁ、すごいね。あ、ツードアじゃないですか。さすがにツードア、カブリオレはいないか。カブリオレいないね。ツードア、カブリオレも漏れなくツードアか。カブリオレなんか今めちゃめちゃ値段上がってるんですか。めっちゃ上がってる、やばい。あ、もう買えなくない、年式関係ないもんね。マジっすか、うん、そしてめっちゃバタバタしてうるさいのにそしてここからはまたショップブースみたいです。やっぱりもうこういう使い方もできますからね、ゲレンジはね、はい、確かに、うん、完全に これなんかね、ビードロックのホイール履いて、引っ張ってかっこいいですね。かっこいいね、プロフェッショナルで。これなんかボンネットがしまいたになってるじゃないですかすごい。フットバンパー、フロントグリル、うん、ボンネット、うん、リアバンパー、ボンネット。さりげなく動画撮ってるんですけど、いいですか。あ、ボンネットも変えるんですか。なんでボンネット変えるかっていうと、名取社長でございます。実はこれ S のグリルなんですよ。本ちゃんの、うん、そのまま S のグリルなんですか、うん、これ、うん、S のグリルとボンネットのここの目が合わないです。あ、なんかグリルを V クラス用に成形して作るよりも、うん、ボンネット作っちゃったらね。そういうことです。へ、すげえ。でエンブレムつけてあげて、へえ、ぜひ。そうなんだ、作ってください。これ結構受けがいい、これいいっすね。受けがいい、いい、これいい。今アルファード400万新車のアルファード買うか、 V クラスの中古を買うか、みんな悩んでるオーナーが多いんですよね。結構 V 古臭いじゃないですか、うん、これになることによってちょっとグレードアップ感があるというか、うん、すごくいいですね。お金持ちの人はね、エグゼクティブラインと比較したらまた違うことになっちゃいますけど、なんかパッと見た印象がいいですよね。いいですよね、うん、いい。で次後期になると後ろが電動シートになって出たじゃないですか。はい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 、はい、これをつけても面白いです。まだ金額が高いからどうなの。へえ。だって朝搬入でうちのスタッフ全員二度見してましたよあれっつって。はい、というわけで今回は富士天リゾートで行われた G クラスミーティングの様子をお届けしました。今年後半少しイベントあるみたいなんで、またイベントレポートお届けしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。